次が、はい、ふみばあちゃんです。はい、はい、今日はマスクを作ります。辻ちゃんのマスクの作り方を参考にして今おばあが作ります。でこちら今おばあが型紙を取ってくれてます。この型紙の取り方はこの透明のクリアファイルで作ります。サイズはで、ここでがこっちが30センチで、こっちが17センチです。で、20はここ分かりづらいな、ここ、はい、ノッチをつけてるんで、ノッチのところからここが20センチです。こうすると簡単に型紙が取れて、いちいち物差しで測らなくていいので何枚も量産して作れます。四角い布を2枚用意します。何してるの、ジャパネもう作り始めてるかって言うかって言うちょっと今説明しなくて違う、今説明しなくてもう作り始めてんの、これがね、説明してくれ。表地がこちらのきなりの、きなりの、はい、裏地がこの真っ白で17の30。私は初めて、はい、初めてです。1枚失敗してます。それを言うな。こちら縫う箇所、本来ならここを縫わないとダメなところを間違ってここ両端を縫ってしまいました。17、30の17と20の17。まずアイロンをかけますね。はい、あ、この裏地はそう、もう今足とこ、はい、半分にアイロンをかけます。中を、中表、一緒でさっきの失敗がないように、はい、こうやってじゃあそうですね、2枚折ったままを適当に、手で耳やからこれ繰り返してこういう風にしてね、でこっちを縫っていく、はい、でさっきの失敗の、はい、さっきの失敗はこういう失敗はしないように、はい、私はここ縫っちゃった、ほんまはここを縫わなきゃ、でここを縫っていきます。これ失敗です。この策はウータンのためです。ウータンが手を伸ばして物を何でも取っちゃうから全部一面に削してます。間違えた、いや嘘やろ、嘘いや嘘やろ、嘘で、間違えた？できひんもの作る。マスクそこで。ちょっと待って待って。え？はい、ほどき終えました。気を取り直して。3度目の正直やな。さあ今度はまあ大丈夫でしょう。どこ縫うんでしたっけ。だからこれをここにするからあかんねんな。中層の成果とどうするのか、そうやな、背中もな、そうよ、それそれ、ここ今度は大丈夫、それだけでいいの、止めるの、はい、じゃあちょっと私の自慢入ろうかな。私が作ったウーちゃんのお洋服です。ミシンで作りました。ジャケットとこちらワンピースです。入学式に着ていこうと思ったんですが、コロナでちょっと着ていけそうになくて、このコサージュも作りました。
縫い終えましたかね。こう縫いましたね。はい。布のボロボロだったな。これをひっくり返し、はい。じゃんじゃーん、これちょっとどうできるのじゃ。ダメですね、もう。裏地が表に出ないように、なるべくちょっと裏地をこっち引っ張り気味にしてアイロンをかけますね。ちょっとちょで、そんなちっちゃいやってたっけな。5ミリね。ここね、はい。はい。ここは何するとこでしょう。ワイヤー入れるとこ。はい、ピンポーン。でもそこね、縫うの難しいからね。だって今の。ワイヤー入れてから縫うか。針折れん？ワイヤーもしも縫ってもうたら。縫わない。そんな無理やって、他の技術じゃん、そんな。絶対無理やから、そんな。したこのパッチや、ね、これ辻ちゃんは皿使ってるんですよ。皿ないから、皿ないんでね。ほほほほほやね。もうちょっとね、この中のワイヤーをね、こっち切って、ここからこんな感じで、でゴムも、あ、そうや、切り切りを切るって言ってた。ゴムもこの再利用します。はい、いい感じ、はい、これね、はい、でこれはゴミにしてます。はい、はい、うん、脳でね。ここ泣いてね。そうやね。そうそうそう。縫い付けて。だから通さないから、こういう1センチにこう。適当に。って、うん、今は、ここのギャザーを2つ。はい。ギャザーを作りますね。適当に。これはもう、通じちゃうの適当にこう。なるべくここが深い方がいいね。上に向けるの下じゃないの。あ、それそれそれよ。下向き。だから、上からこう持ってくる感じやね、はい、こっちからやら、はい、ここからこうやね、こちらがワイヤー入ってます。ワイヤーの上の方ね、はい、こんな感じ。お、いい感じ、いい感じ、こんな感じ、いい感じ、はい、こんな感じで、はい、この上ね、ここワイヤーのとこからこう下に向けてギャザーを2段、はい、はい、乗せました。で、ここで一回またミシンをここ両方縫います。はい、はい、失敗だ。縫っちゃえばね、そうやな、縫ったらもうあとはすぐできそう。そう、もう何枚も量産できそうやな。マスク、マスク売ろうか。あがめね、皮膚やで、こういうのは。あ、皮膚か、うん、あ、動かなって。あ、そうか、ゴム通しいらないから、もう抜いてちゃったね。だいたい5ミリ、5ミリや、1センチじゃない、5ミリ。じゃあ、5ミリ、5ミリで1センチ。そう、うん、で、こんな感じで、うん、あ、つつつ、そうか、紐通しいらないから、あつ、そんな太くなくていいんだね。そう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 、これでいいのね。はい、やけどせんように残るわ。ミシンは苦手だ。いやいやいや、ババって縫えるやんか、もう嫌とか言いだしたのに。いや、でもこれも、うん、
ちょっと高いピアニアのキッチンちょっと高いピアニアあ、ちゃうあ、これでいいはい、できましたホワイトの白いそこからあ、そう、ボビーの白いあ、ちょごめん、今ワンタッチ式やねん上からパチってるからそうそう、お父さんでも大丈夫はいはいはいこんなふふ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 ふ手縫いとか言ってた、ギリギリにつけんかったら、うん、何だっけ、切ってる部分短くなるからなるべくギリギリにって言ったな痛い手、はい、手痛い。これミシンを壊した犯人。ミシン壊した犯人。しかもこのミシンすごい軽いから4キロもないねん。だから すぐ簡単に落としちゃう。何しとる？あ、何しとる？なんかかじっとるよ。悪さしてますわ。こうやってミシンを壊していきますいつまでも作ってやるね本当に本当に前なんか糸が全然来へんのと思ったら糸噛んでんねんずっと、うん、それはいつまでたっても糸来へんそれが噛まれてたら糸来へんわ糸来へん全然こんなんばっかこんなんばっか結構硬いですかやっぱ手縫いやったら硬い硬くない上だけつかんで、うんうんはい、ちょ見てじゃーんこれはこっちはイヤホンっていうとこですあでもいいやこの、うん、こういう風にして、うんうん、ギャザーをこう、うん、ギャザーそのままじゃおかしいけどなんかこう息しやすいうん息しやすいんかマスクしてるって感じやねどういうことちょっとほらちょっと厚みもつじちゃんが言ってたけどなんかすごいあったかくて肌にも優しい感じもするっていうけど、うんうん、あったからだからその、うんうん、だからあったあったあったあこんなだってもったあらららららあった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 重たいよ疲れたはいはいでもすごいいいわガーゼより私こっちの方が好きやなあガーゼよりいいうんまあでも自然な感じですごいいいわ外気からがっつりガードされてる感じあでもまあそっかこれ以上小さかったらこの横から入っていきちゃうもんな、うん、そうそうやな、うん、でここの長さもここまでないとあかんもんなはいはいはいかんちゃんも欲しい完成ですはい、はい、ここまでってはいここまでですいやあれよあれよあれよえ、うん、あチャンネル登録高評価よろしくお願いしますはい、はい他の動画も見てくださいね。はーい。はーい。